令和の瀬戸内寂聴と呼ばれているのより閣僚さんです。よろしくお願いします。あ、そうなんですね。父親がめちゃくちゃ暴れん坊でめちゃくちゃ DV 野郎だなっていう状態の家庭環境だったんです。でももしかしたら超いい世界が待ってたらめっちゃムカつくって、水商売の方に足を突っ込んだんです。いきなりアワアワランドに行ったわけではなくてどれだけお酒の場でもやりたいんです最後まで。だったら私が風俗行くわ。逆に出家とかその時興味なくて、はい、あの人のお相談に乗ったりとか、うんうん、目に見えない部分を読み解いていくっていうのにすごく惹かれて、で占い関連から学び始めたんですよ。へー、先生術とか、先生術、そういうのか、先生術もある、東洋系の先生術もあるし、はい、それ何パターンかをあの複合して、はい、あのうちの師匠は運命学っていうふうにおっしゃってたので、まあ、その辺を勉強させてもらいながら、はい、SNS の方の発信を始めて、はい、まあ、こんな勉強してます、こんなやってますっていうふうな発信を始めたところを、うん、まあ、私も見てほしいですみたいな人が殺到して、それで多分2年ぐらいで、1万人以上のご相談乗るみたいなことをやって言ってたんですよ。はい、でも普通占い師さんみたいな感じだったんですね。そうです、そうです、そんな感じだったんですよ。で、それをしてる間にやっぱ1万とかなってくると大体質問内容偏ってくるじゃないですか。そうですね、集合意識なのかなとかって思うぐらいやっぱその時期によって多い質問ってあるんですけど、でも最近本当に多いのは自分のことを好きになりたいとか、自分の中からネガティブな感情をなくしたいとか、心めっちゃ多いですよね。多いですよね。多いです、多いです。自信つけたいんですみたいなとかね。リスって違います違います違います。あ、そんなにの確かに多いですよ。自信つけりゃ何とかなると思ってんじゃねえぞって思うんですけど。そういうとこが好き。外側じゃなくて内側を変えたいっていうところにみんなの意識が向いてるのはいいことだなって思うんですけど、一方で内側だけじゃダメよって思うこともあるんですよ。本当にそうですね。心の問題はずっとありますけど、あります。自分を自信つけて愛したいみたいな、自分を大事にしたいみたいなね。うん、じゃあそういうの来たらなんてお答えしてるんですか。じゃあ自信ないんですって来たら、自信つけたらうまくいくと思ってんや人生簡単やろみたいないいっすね、そんな自信つけたらうまくいくと思われてるなんてみたいな。いや、すごい。じゃ あのいつでもポジティブでいたいんですけど、はい、ネガティブになっちゃうんですけどどうしたらいいですか、ね、知らん3文字で終わった知らんがらみたいなね。自分でじゃあポジティブを選びなさいよとか思ってやっぱりどんな時も選択してるのって本人じゃないですか、うん、できないんですって言うんですけど、いや、できないってなくてもまずスキップしてみろその場でみたいな。確かに、もう体をスキップさせてる時にどんだけ落ち込めるんですかってなるんで、なんかこう頭から先に変えようとする人多すぎて。確かに確かに。もうなんか私ネガティブでとか言うんだったら、うん、なんか10キロ走ってこいとか思いますよね体力つけろみたいな。確かにそれはありますね。普通に物理的に体も弱ってると思うんで、本当にこう体が痛い方は正直早いっちゃ早かったりするんで、もうこの太陽光のなんか外に引っ張り出してですね、太陽でまびとけみたいな感じで。本当にそれで変わるって言いますもんね。いや本当変わりますよ、ね。まあ、もちろんね、そのスピリチュアルのそういう解決の仕方とかもありますけど、でもいきなりそれを教えたくない気持ちになっちゃうんですよ。確かに頭でっかちになっちゃいそうですよね。そうなんですよ。解決がもちろんありますけど、まずはその現実的なところを自分でどうにかするっていうところもちゃんと一緒にやってます。いや、そうですね。それってやっぱその頭でっかちにならないようにっていうその知識だけで解決できないよっていうことをこう伝えてるっていうすごい愛だと思うんですけど。 ありがとうございます。いや、でもそうやって言われることでハッて我に返るというか、そういう気づきが得る人もいるんじゃないかなと思うんですよ。そうなんです。スピリチュアルね、本当にうまく取り入れてほしいんですけど、そっちばっかり傾倒している人って本当に地に足ついてないんで、目覚めようみたいな感じで目を覚ませみたいないや本当そう。お前は今地球に住んでおるみたいな、地球人でござるみたいな感じでね。だからそこをね、忘れずに、うまいことをこうスピリチュアルと現実的なこの世とあの世の両輪をうまく走らせてほしいなっていうのが、もう本当に常々の願いではあるんですよね。なるほど。今はお悩みにお答えするっていうのが今メインの活動なんですか。メインになってますね。で結局さっきのね、累計1万のご相談を終えた後に、
自分のステージアップが必要だと思ったんで、やっぱりもう一回頭下げて師匠のところで出家したっていう流れがあるんで、そうなんですよ。で師匠にもだからお坊さんは傾聴する力と神や仏とつながっていく力と両方いりますよっていうことを言われても、なるほどなと思って。その出家するまでの修行って滝修行とかするんですか？あ、宗派によって全然違うんですよ、はい、で私は皆さんと同じようにこう俗世間ってちゃんとお金を稼いで生活して生きるっていうところもちゃんとやりながら、で一回やってみて思ったのは、俗世に浸かりながら御神仏とか、うんうんうん、そっちの方向に行く時のこのギャップがすごい大変なんで、そういう意味での修行だなとは思います、ね、確かにそうですね。きついですよ切り替えが。それってさっき淡姫されてた時に切り替えっておっしゃってたじゃないですか、はい、そうなんですよ。そこがちょっと役に立つんですよ。すごい、おー、つながってた、つながってた。人生ね、なんかやっぱり黒歴史ということがあっても、やっぱり光の方向を見てね、自分のその気持ちにこう嘘つきすぎることなく生きていくと導かれて、必ずこういい感じでつながる時があるなと思うんで、そうですね、まさかあれがここにつながってたとはみたいな感じですよね。いやすごい、だって風俗から出勤するってえ、なんか両極端すぎないみたいな振り幅がすごい。俗っぽいものの振り切ってる方と、そういう神仏とかそういったところの振り切りがすごいから、はい、でもだからバランス感覚がすごいあるのかなって、あるって言ったらちょっとなんかあれですけど、ああでも確かにバランス感覚って皆さん取ろうとするじゃないですか、はいはい、でも最初からバランスなんか取るなっていつも言います。ほう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 、真ん中を最初から狙うなみたいな、そんないやらしいことやめなさいっていつも思うんですけど、結局振り切らないと真ん中なんてわからないので、やりきってないから、なんか言われた時に、あ、そっか、私まあ経験してないからそっちやった方がいいのかなとかって、自信が欲しいんです。自信さえあればなんとかなと思うんです。さっきに戻り、振り出しに戻ります。いや本当そうですね、振り切るっていう、私結構それをバンジーをするっていう言い方をするんですけど、いいですね、今までやってなかったこととか怖いことをあえてやってみるといいよっていうのを言うんですけど、でも本当に不思議な話で、自信ないって人ほど自分の直感信じるからなんやねんって思う時があって、直感を研ぎ澄ませるためにはその磨かないといけないじゃないですか、はい、だからみんなそれが自信がないから、自分の直感自信ないから、じゃあバンジーしてみたら、あとはキコさんが言ってくれたりとか、うんうん、そういうのを提示してるのに、まあ、飛ばないじゃないですか、うん、その飛ばないって選択をなんでしないのかって言ったら、なんかいや私はちょっとそこまではっていう、こう自分のなんかこう己の今までうまくいかへんかった連続のその直感を選んでるじゃないですか、うんうん、意味わかんなくない。それで自信つけたいとかもう二度と言うんじゃねえみたいな。のより節がもう最高です。きついこと言うんですけど、私は別になんか怒ってるわけでも、わざわざ嫌われるためにこんな言ってるわけでもなくって、うん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 、本当にその人のことを信頼してるんですよ。いやどれだけまあ性格悪かったりとか、どれだけ運が悪かったりとかしても、うん、結局その存在自体の価値とか魂の輝きっていうのは私変わらないと思ってるんで、だから自信の前にそもそも価値ある存在だから、うんうんうん、そんなこと言う必要は全くないっていう前提があって、相談受ける側が、あ大変ですね、かわいそうですね、辛かったですねとかで同情しても何にも意味ないので、うん、だから大丈夫だよこのバカ野郎みたいな感じで信頼のもとですよね。いやもう本当こんなんで死ぬわけないから、うんうん、絶対大丈夫っていう確信のもと信頼してるから、もう全然余裕で突き放せますね。私自身もまだそのなんかジャンルごとによってはまだ真ん中わかんないなっていうものは、まあ、あるじゃないですか。これに関してはやり尽くしてないなまだみたいな時に、未だにこうじゃあ端っこやってみようっていうのがあるんですけど、楽しい。楽しいよね。そうなんですよ。楽しい。私たちこのなんか地球でのこう遊びを満足しないですよね、はい、知らないこといっぱいあるし、ある程度こうキコさんすごいですねとかマヨインさんとか言われたとしても、はい、業界変わるとお前誰やみたいな感じでゴミみたいな目で見られるじゃないですか。あの感覚は大好きなんです。もうすごいゴミみたいな目で見られてるみたいな。ちょっと違うけど全く感じられてないみたいな。こう一から一番下っ端からよろしくお願いしますみたいな業界がいっぱいあるじゃないですか。
あれがまたありがたいんです。いや本当そうですよ、何度でもやり直せる感覚というか、しかもそれが同時並行でできるじゃないですか、こっちでは立場があったりしてもこっちではド新人ができるっていう。そうですそうです、そうです、最高じゃんって思う。最高ですよ、また私新人からスタートいいですかみたいな。もう人生いつでもこう新人で一番ピチピチになれるフィールドがたくさんあるんで、もう鼻なんかね伸びた瞬間、まあ、叩き割れるいるんですよ、こうエネルギーでちゃんとでかくね伸びていってるから。そうなんですか、見える人は見えると思うんですけど、うん、飽きませんよ。いやでもそれをその出家までされてこういろいろされたのゆりさんから聞くからやっぱすごい説得力あると思うんですよ。ありがたいですね。もっと俗世を楽しんでいいってことですね。楽しんだ方がいいですよ、楽しむためにありますし、うん、楽しむことを許可しないと、うんうん、本当にこう世の中っていうのはどんなあの大変なことが起ころうとも必ず成長していい方向に行っているっていうのが絶対にあるので、そこだけは信じてね、あのなんか大いにこの世とあの世を楽しみましょうよっていう感じですね。あ、すごい、もういいまとめになりましたね。ちょっと最後はちょっといいこと言わせてください。あのもっと知りたいっていう方はそうですね、インスタグラムのよりんで調べてもらったら多分すぐ出てきます、はい、あと東文社から初めての本が出版されます、はい、すごいおめでとうございます。ちゃんと硬いところから、ね、本当本当すごい。ご相談に対してお答えするスタイルっていうことですね。そうです、それを4章に分けて、まあ、女性問題、あ、ジャンル別で肉体問題と、うん、家族問題がジャンル別にして、その、うん、私の回答の間に私のそれにまつわる自助伝とかを間に入れていってるっていう感じの、結構サクッと読めちゃいます。じゃあちょっとあの概要欄の方にその Amazon リンクを貼らせていただきますので、はい、皆さんそちらからまた書店さんの方でも多分きっともうその、ね、講談社さんだったらいろんなところに並ぶと思いますので、出してくれてると思います、ね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。はい、というわけで本日のゲストのよりんさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。月額999円の新サロンプラネットが始まります。コンセプトは楽しくてためになる、あなたの隣にキコがいる、いるだけで意識革命が起きる。メンバーさんからの質問やリクエストをもとに月に4回毎回みっちり60分交流型のトークライブを開催します。ここだけでしか聞けない超有料級のあなたに気づきを起こすトークライブです。その他にもサロンメンバーさん限定のイベント特別ご招待や先行予約などたくさんの特典をご用意しています。待望の新サロンがついにお申し込みスタート。詳しくは概要欄で。皆さんプラネットでお会いしましょう。